はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。今日はね、大阪のボーリングスペースヒットさんにお邪魔してるんですけどもね、ちょっとね、スタッフを一人呼び止めてしまいました。エミちゃんです。はじめまして、エミちゃんと申します。はい、エミちゃんと申します。帰ろうと思ってたところに、はい、水尾にお声をかけていただいて、はい、はい、そういう系ね、はい、いやもう無理やり呼び止めたら、ちょっと頼むから動画出てよって言って、はい、年末のこのネタの一つに、はい、エミちゃんに来てもらいました。まだね、ボーリング歴が正直浅いので、今日はね、1ゲーム勝負って言ったかって言いたかったんですけども、ちょっと今日はね、水谷はいいとこ見せたいアピールをするので、エミちゃんが1投目投げたピンを僕がスペアに行きます。で、エミちゃんがもしストライク出たら、僕は絶対ダボらなあかんという使命を持ってやりたいなと思いますので、1回ぐらいストライク出る？頑張ります。はい、じゃあね、ノーミスで1回ダブルで200点目標で頑張りたいと思いますので、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ1投目ですね。頼むよ、頼むよ。水木、足引っ張らんとってください。お、いいんじゃない、いいんじゃない。いきなり試練が与えられました。いや、ミズピーにいいところを見せて。あ、そういうこと ね。まあカウント関係ないしね、6本円、6本関係ないからね、取れゃええからね。ちょっとドキドキしてきました、水谷。頼む。おー、危ない。よかったよかった、ありがとうございます。よし、これでノーミススタート。危なかった、あんなん練習してへんのに取れるんかいなと思う。ここで、今日で私とミズピーの相性が分かると思いますんで。わざとガーターとかやめてや。はい、行きます。おっと、今度は左やぞ。惜しい、大丈夫大丈夫、任せてください。ちょっとチョップだけが怖いけど。ちょっと安全策でいきます。左から。曲がってよ、曲がってよ。危な、俺映ってるからちゃんと。画角何も考えてへんけど。よし、とりあえず2回マークつきました。ミズピーのおかげです。では行きます。頼むよ。おおおおおお、あー、来ました来ました来ました。もうダボ確定ですから。ダボ確定です。ちょっと緊張してきた。ちょっと緊張してきました僕。取れるかな、任せて。緊張して。ちょっと人はよう床が揺れてるんでね、映りました。頼む、俺頼む。あ、やばい、これやってもた。プロ、水ピー。スペア行きたい。スペア、私、取れたことないですよ。これ俺も取れへんけど。これ。いや、ちゃうな、これ俺がスペア行って、一投も行ってもらわなあかんから。狙います。狙います、これ。よろしくお願いします。これ取れたらもう、取れたか満載。惜しい。行きます。はい、行きましょう。おお。なあ、一人でいた方がダボってるんちゃう。いやそんなことない、そんなことない。俺、いる。いや、います。いる。ミズピーのおかげで。いや、ミズピーのおかげで。なんか教えてあげよう思ったけど、一回も何も教えてへんのにストライクいっぱい出てる。さあ、ちょっと頑張ります。あんなガクブルしてちょけてるわけじゃなかったわ。頑張ってくださいよ。はい、ちょっとあ、すいません、喋りかけてしまったから。いやいや、もうこれネタです、ネタ。台本通りやね。台本ないけど。
よし、今のは多分あれ、神様がちょっとタイミング悪いから待てという。頼む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 。もうなんなん、私が行きましょうか。なんなん、行ってもらいます、すいません。もうミズピーの足拭い、尻拭いさせていただきます。スペアはね、こう取るんですよ、はい、ケツを拭いてもらいます。お子ちゃまなんで僕。さすが、試練を与えてるんです僕が。ちょ、悔しいから一投目いかせて。あ、どうぞ。ルール破り、ルール破りです。ルール変更、ルール変更。俺がストライクを出す。ほんまかいな。逆になってるやん。俺ストライクやったらダボってや。お、あ、イエイ、かっこいい、イエイイエイ。ダボってください。緊張する。ダボったら俺がターキーで200やっていう、これ A パターンです。 A パターン。やっぱこういう時に、ね、女の子の方が度胸あるよね。頑張ります。ダブル目指して頑張りましょう。あー出過ぎた。 あー帰ってこない。まあ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 、しゃあないしゃあない。これは何が悪いと、俺が悪いから確実に。プロの意地を。よし、じゃあこれスペア行って、そこからパンチアウトで200点っていう構図が見えてきた。とりあえず頑張ってスペアします。はい、OK、 はい、OK、 はい、OK。 だいぶ、だいぶ力んでたから体フラフラやったけど今。さあ、なんやかんやってイージーミスじゃない、ミスしたの俺だけ。行きます。はい、行きましょう。曲がるか？これ試練与えられました。試練が来ました僕の。ミズピー頑張ってください。頑張りますよ、余裕ですよ余裕。みんな取られへんと思ってるでしょこれ。一応プロですよ僕、僕だって。どこ立ったらいいのやろ。あんまり分かってない。おい、今完璧と思ったのに。パンチアウトで。しゃない、パンチアウトでもう締めくくろう。パンチアウトしてる？ストライク、ストライク、ストライク。ストライク、ストライク、ストライク。2回。それ2回やで。2回、私が。これ知らない。私が2回か。練習ストライクいっぱいやったんやけどね。練習はね。カメラマジックですね、これは。それいけ、曲がってこい、曲がってこい、曲がってこい。来ない。あ、大丈夫、先あれ取れてるんで僕、任せてください。最後にあゆみちゃんにストライク出してもらうためのスペアを置いていきます。はい、 OK。 余裕です、余裕です。あこばかりいてるんで余裕です。さあ最後しっかり公約を果たせなかったけどストライクで締めてもらいましょう。いや、頑張りたいですね。ボーリング始めて間もないんですよ。行きます。これから楽しみですね。お、来た、よし、さすが、さすが、さすがです。はい、ということで69点。ミスが、でもミス2回やんね。はい、全部俺のせいです。はい、僕のせいですこれは。あ、でも一生懸命頑張りましたんで、はい、これからねまだまだ発展途上なんで。今何ポンドボール？今で14ポンドですね。はい、14ポンドボール。お送り先はここまでお願いします。お待ちしてます、はい、またチャレンジ。はい、まだやりましょう。はい、毎月ねヒットさんにお邪魔してるんで、まだタイミングがあれば動画撮っていただきたいと思います。はい、ということで本日の内容面白かったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。